この動画作成のきっかけ。実は海外移住をした私たち日本人への風当たりが強い時があることでした。日本を捨てたなら帰ってくるな。一生骨を埋めるつもりでそこにいろ。病気の時も帰国するな。その時だけ甘えるな。納税の義務知ってるのか？年金は払ってるのか？海外に住む世界中の若手 YouTuber に大抵1回は来るコメントなんです。 YouTuber に対してじゃなく、若くして海外に移住した私たちに対してです。意外に大事なことだから解説します。皆さんこんにちは。海外移住を応援するナンシーです。今日はまさに海外移住について話そうと思います。海外移住の話って何っていうところなんですけど、仕事探しだったりもっと具体的なことはまた後日動画にするとして、今日はちょっと精神的な面とか海外移住する意味とか意義っていう感じの話をしようと思います。ちょっと漠然としていて何のこっちゃって感じなんですけど、よかったら最後まで聞いてください。私が学生の頃の東南アジア移住のイメージって、リタイア後にのんびり余生を楽しむためのリゾート地っていうイメージが強かったです。その時はまだ物価も安かったので、年金暮らしをしながら海外でのんびり過ごそうっていうイメージがとても強かったです。未だにやっぱりそのイメージって定着していて、確かにそういう方々いっぱいいらっしゃいます。でも最近の傾向として現役世代もバンバン海外に出てたりするんですよね。本当にいろんな理由で若者がですね、バンバン海外に今出てるんですよ。そんな話をしていこうと思います。なんでかっていうと、私のチャンネルってあんまり今まで話してこなかったけど、海外移住プラスアルファ仕事で自立するっていうことなんですね。海外にいながら正社員で安定した収入を得るっていう目的のチャンネルなんですよ。それを網羅しようと思ってこの動画を撮ります。じゃあ私たち現役世代、20代、30代、40代、まあ50代もそうだと思うんですけど、バリバリまだ仕事をしているっていう世代の人たちって、意外や意外老後って日本に戻りたい人が多いんですよ。みんながみんなじゃないけど、いつかは日本に戻りたい。さっきのリタイア組と真逆じゃないですか。まあ現役世代がいつか日本に帰ったら、日本に貢献できると思ってるんです。だから、一度日本から出たんだから二度と帰ってくるななんて言わないでください。それを今日話したかったんです。どんな風に貢献できるのか。私が一時帰国した時にちょっとショックを受けたことがあったんですけど、日本ってやっぱり日本国民で全てを、世界が回ってるというか全てを賄ってるなっていう風に思う節がたくさんあったんですよ。分かりやすい例が2つあります。1つは USJ、 もう1つが映画。ああこうやっちゃったかみたいな感じだったんですね。 USJ はさ、私関西に住んでたので、高校の時に USJ ができましたってオープン当時から今までいろんなタイミングで USJ に行ってきたんですね。もう USJ 大好きなんですけど、今年の5月に行ったんですよね。そしたら新しいアトラクションがめちゃくちゃ増えてました。なんか今までの映画っていうよりもアニメ化してましたね。マリオだったり呪術廻戦だったりコナンとかドラえもんとか、そういうアトラクションがめちゃくちゃ増えてたんですけど、新しいアトラクションにもかかわらず英語字幕がついてるのはほんの一部だったんですよ。ただね、来場してる人は9割ぐらい外国人だったんですよ。Apparently not the right fit. Yeah, it's interesting, but 狙いとは
ちょっと違う。楽しめてないと思うのね。もうポケトーク買わないと彼らは楽しめないと思うよ。ポケトークって今流行りの翻訳アプリ、翻訳機みたいなやつなんだけど。でもう一つ映画ですね。さっきの USJ よりはインパクトはなかったんだけど、まあまあ衝撃的でした。その映画がね、たまたま横浜が舞台だったんですよ。みなとみらい、私大学がみなとみらいっていうか横浜だったから、すんごい嬉しかったんですね、その映画を見れて。ランドマークタワーっていうところで火事が発生して、展望台のところにいる観光客が逃げ遅れてしまうっていう設定だったんですね。で、横浜市のさ、エキストラがそこにいるんだけど、みんな日本人なんだよね。で、ランドマークタワーって観光地じゃん。多分普通に5割ぐらいは外国人の観光客がいるはずなんだよ。まあ、それは映画だから、映画制作だから、まあ、日本人全員日本人っていう設定にしたのかもしれないんだけど、違和感だらけでした。その映画を見た時もやっぱり日本は日本国民だけで世界が回ってると思ってるんだなみたいな感じを受けちゃったんですよ。それでここから第2章に入るんですけど、韓国に10年前一人旅をしました。その時ね、ちょっと一人で行ったことを後悔したんですけど、韓国でもう食い倒れるぐらいいろんな食べたいものを食べまくって、焼肉も食べたし、サムゲタンも食べたし、食べ尽くしちゃったんですね。どうしようかなってブラブラミョンドンを歩いてたら、ふと目に留まったんですよ。私も英語わからないながらも分かったんだけど、キャットカフェって書いてあったんですね。めちゃくちゃキャットカフェ良かったんだけど、それ以前にもっとすげえと思ったのが、受付のお姉さんがアルバイトぐらいの10代くらいの若いお姉さんだったんですけど、あなたは英語がいいですか、中国語がいいですか、日本語がいいですか、韓国語がいいですかって聞かれたんですね。4カ国語ですよね。あ、日本語でお願いしますってなったんですけど、まさかさ、キャットカフェのアルバイトかもしれない10代くらいの女性が4カ国語で受付をしてるっていう、めちゃくちゃ衝撃的だったんですよ。猫カフェでみたいな、ホテルでも私たち英語喋れないんですけどみたいな。あと台湾行った時に会社の人に分けるお土産が欲しかったので、小分けのお菓子が欲しかったんですよ。一袋ずつ分けられてるお菓子が欲しくて、それを頑張って中国語で説明しようとしたんですね。一つ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 みたいな、でも伝わらなくて、そしたらその店員さんがさ、もうまさかの日本語でいいですよってやっぱり言ったんですよ。日本語で説明してくれてわかるんでって言われたんですね。マジでみたいな、日本語わかるのみたいな、もうさ、衝撃的すぎて、まさか海外旅行日本語使えんじゃないって思ったんですけど、まあその運が良かっただけなんだけどね。で、ここからが第3章なんですけど、もはやもう世界は英語が喋れることは大前提で、それ以上の宗教の理解とか文化の理解を求められる時代になってるっていうところなんですね。私も英語喋れないから何生意気なこと言ってんだよっていう感じなんですけど、例えば日本にいたらハラルとかイスラム文化に直に触れることってなかなかないと思うんですね。でも私たちは毎日何かしらハラルのものとか、ハラルの考え方とか、イスラムのお祭りとか、マレーシアについて触れてるんですよ。この前もちょうどマレーシアじゃないんだけど、インドネシアのイスラム教の友達が同僚なんだけどね、日本に行きたいんだよね、日本の雪が見たくてさ、僕雪見たことないけど雪好きなんだよねって言ってたんですよね。雪見たことないけど雪好きってめっちゃ気持ちわかるんですけど、一度見てみたいんだよね札幌みたいな。いやでも札幌ね、エクスチェンジ、トランジットしないと成田で乗り換えないといけないから遠いよって言って、まあ、そんな話をしてたんですけど、いやでも心配なのがさ、ハラル料理があるかどうかなんだよね。いやハラル料理ないんでしょって言われたんですよ。まあ確かに少ないですよね。だからその彼にはね、一応今アプリが出てて、ハラル料理を検索する日本中のレストランをね、検索できるアプリが出てるから、それを教えてあげたんですけど、もしハラルの知識とか
イスラムの文化の知識がわからない知らない日本人がその彼らを接客して何か無礼に当たることとかをしてしまった時に、すいませんここ日本だから知らなかったんですよじゃあ済まないことがあるんですね。そうなんですよ、笑ってられないんですよマジで。これも一つ例なんだけど、私が1月から6月まで日本に一時帰国してる時に、年末年始あたりにちょっとだけ短期のホテルでのアルバイトをしたんですよ。そこのホテルがたまたま外国人の人、お偉いさんがバンバン来るところだったんですね。ヨーロッパのあたりのイスラム教の国の団体様、しかも大使館とか、まあ、政府に関係ある方々、もうスーツバシッと決めてめちゃくちゃ背高くて10人20人ぐらいで団体様が来たこともあるんですけど、もしそこでハラルの知識とかイスラムの知識とかがなかったら、もしかしたら失礼なことをしてしまってる可能性もあるじゃない。でも分かんないじゃん、何が失礼に当たったか。どうしよう、お客様怒ってるけどなんか失礼なことしたのかなって、何が悪かったのかさえ分からないわけですよ。ちなみに醤油とかみりんはハラルの方々は食べれないので、お刺身を出した時に普通の醤油を出してしまうとそれはもうタブーなんですよね。ハラル専用の醤油があるんですよね。そういうことももしかしたら分からずに出してしまう可能性もあるんですよね。長年勤めた会社をリタイアして海外に移住するっていうのはもうすごい私も大賛成です。でもまだ現役で海外で働いている私たちはいつか日本に帰る必要が出てくることがあります。そんな時に海外かぶれが生意気がって思わずに、ぜひ温かい目で受け入れてほしいなって思ってます。きっと今後日本が必要となってくるグローバル的な視点だったり多様性だったり、そういったことをね、日本に持ち帰ることができると思うんですね。貢献できると信じてます。あとあと、お子様の教育のために学校に行くために海外移住をされているお母様方、お父様方、本当に将来の日本のためにもなるような勇気ある一大決心をしてくださりありがとうございます。私は別に何か何者でもないんですけれども、本当にその勇気に頭が上がりません。早いうちから海外に来て異文化に触れていろんなことを吸収したお子様がいつか日本に帰った時に大活躍をしてくれると思ってます。リタイアした後に東南アジアに移住するっていう、老後を東南アジアで過ごすっていうのはすごいいい憧れる人生なんですけど、全然若いうちに東南アジアに行ってそこで吸収したことを逆輸入的に日本にね持ち帰って、それを日本でまた転職した時に活かせるっていうのもめちゃくちゃいいことだと思います。今日はいろんな例を挙げたから話があっち行ったりこっち行ったりしたと思うんですけど、言いたかったことが伝わると嬉しいです。今東京で電車に乗るとヒジャブをつけた女性にすれ違う機会が増えてきました。日本を訪れる観光客の外国人が日本の魅力を発見してくれたら嬉しいです。そしてこれからもっと日本人が海外移住することが普通のことになり、お互いにいいところをシェアしたり、若手インフルエンサーたちがさまざまな国の魅力を発信したり、同時に日本の素晴らしいところがもっと海外に広まることを願っています。世界とつながり損はしない。今日があなたにとってこの先の人生で一番若い日です。